とりあえず、なんか画面上で流しおこっかな。うん。ちょっとお待ちください。よいしょ。はい、よいしょ。あ、翔さん入ってたっすか。気づかんかったっす。ちょっと待って。一言声かけようかな、チャットで声かけようかなと思ったんですが。うん。いや、もう入っちゃっていいかなと思って。うん。いや、それは全然いいんですよ。ええー。いいですね。画面アクアスポーツと。あ、コラマルはこれ。ゴールドか。まだスマブラの観戦でも流しおこう。今日誰も来んかな。どうかな。でしょう。お
そう。ブレブリーデフォルト2のスプリットチェーンの。ああ。おととい発売でしたね、確か。うん。感染でも流しつつ、うん。いや、今日はもうなんかもうさ、今まではね、なんか、その、こういう雑談配信するとき、最初は、なんか、公開してからアーカイブの時だけ限定公開ってことにしてたんだけど、今回はね、なんかね、最初から限定公開にしときたいのよね、ちょっと話したいことがあったので、今は公開にしてるけど、人が来たら限定にするみたいな。そう。なるほど。なんか主要、まあどうやろうな。今日は来るかなーでも言うて。まあ、一応来たらいいなーけど。とりあえず、どうかな、もう限定公開にしとこうかな。で、ツイッターにはもう公開してるから、それ見た人だったら来ると思うけどね。いや、限定公開にしとこう。めんどくせ。よし、画面の端っこで大乱闘が起こってるの、はい、それなりに動きがあっていいですね。うん、確かに画面のなんかすごい端っこですっげえわちゃわちゃしてんの、これはこれでありっすね。いや、あんま音でかく しなくてもいいかなって感じ。どんぐらいがいいやろ、今の角度、まあ新しいボトルマン買ったからやろうかな。で、このコーラマルっていうのが今日発売だったやつだね。オールドですね。オールド最終回でパワーアップしたコーラマルだね、うん。だから新しいボトルマンが出るときとかは、なんか他のボトルマンも一緒になんか入荷してたりしてるっぽいんよね。うん。だから俺も開店前に行って、並んでて、そしたら置いてあった感じかなぁ。うん。ただこの3種類しかなかったら逆に言えば。はいはいはい。公式のキャップみたいなのとかは売ってなくて、本当にこの3種類だけしか売ってなくて、うん、で、俺の、まあ、ツイッターでも言ったけど、俺の後に、奴ららしい奴らが、ちょっとうろうろしてた感じやな。うん、だから多分もう明日とか行ったらもう多分もうなくなってると思うもんな、普通に。うぃなぁ。だから子供とかがもう、の手に届く前に絶対、もうなくなってるよ、多分もう。で、これが何なんだろうなぁ。もうね、ボトルマンなんとかね、もうちょっと、宝富さん頑張って、もう大量生産してもいいんじゃないのかって思ってるけど、難しいんかな、やっぱ。で、いわゆるコーラ丸が主人公機で、まあこれがライバルポジなんよね、アクアスポーツっていうのが。で、玉ロックのがなんか、まあ、何やろ。なんて言えばいいんやろ。三人目のなんか、仲間みたいな感じやな。だからパワータイプ、連射タイプ、コントロールタイプ。はいはいはい。でこれバランスの取れた三人。で、これ、もうアカスポーツがもう3連射できるからね。これは強いね。あ、強い。で、この玉ロックね、これでなんか、精密射撃って言うんやけど、うん。うん、これね、撃つときにね、この刀が広がるんよ、結局。ホールド。うん、うんうん。だから、別にコントロール、コントロールあんまり関係ないんよな、これ。あんま関係ない。現実にね、持ち込むのは難しいんだろうな。
ただ見た目好きやけどね、なんか和風で武者っぽくで好きなんやけどね、刀持ってるのかっこいいし。見た目すごい好きなんやけどね。まあ実際コントロールつけれてるかといえばそうは思わないというか。よいしょ。逆にそう、それだけ話題になってるのに、うん、自分のアンテナだと、03からしか入ってこないんですよ、ボトルマンについて。ああ、まあ。だから。自ら調べたりせん限りは、そうなもんじゃないのかね、言うて。うん。まあ、やっぱり、世間は広いなって、うん、思いますよ。あ、りょうまさん、こんばんは。ん？りょうまさん来た？あ、ほんと。りょうまさん入ってこんの？パワープロしながら入っててもいいんやで。別に。だからこれあの風神ブラックの箱と比べるとめっちゃでかいんよねこれ。うん。あ。そう。だからこのアクアスポーツのが元々のボトルマン最初売り出した時のあれだから。はいはいはい。サイズだからこれめっちゃでかいね風神ブラック。うん。で風は今回はわりかしさらっと作れそう。うん、うん、作れる多分。うん。元は一緒だからね結構。うん。でブレンドラゴンがもう一回りぐらい大きいぐらい。いやな、はいはいはい、やっぱりラスボスっていうか敵枠はでっかくみたいな、第一期の敵枠はやっぱ派手にって感じやな。どうしようかな、玉6から作ろうかな。で何出すんだろうな。よいしょ。紅茶。あ、紅茶。うん。一応炭酸系のやつが、そのワンダーグレープってやつが一人おるんやけど、ああ、まあ、炭酸系もグレープがいるから、炭酸のオレンジとか、他にもいっぱい出せそうだからね。ですね。炭酸系のなんか、ライフガードみたいなの出てくるんじゃない？リボビタンみたいな。あ、リボビタンコーラマルみたいなのが、なんだっけ、デカビタコーラマルみたいなのがね、なんか限定カラーで当たるんよ、今度。なるほど。いいな、そういう企業タイアップもしやすいっていうのがすごくいい。そうだからめっちゃタイアップしやすいと思うでこれ。うん、清涼飲料水業界って競争えげつないみたいですから。あ、水のボトルマンいねえな、そういえば。あ、でもなんかめっちゃ強そう逆に、うん、シンプルイズベストな感じで強そう。こうやってもうちょっと話しただけでもここまで広がるっていう時点でポテンシャル高いですよね。こんな感じか。いや、これもうこれなんかいろいろ出しやすいよね絶対。うん、でそのうち本当にそのめちゃめちゃもっともっと人気になったら本当企業もタイアップでこれ玉ロックとか、うん、あやたかとか出せるやろこれ、これでなんかキャップのとことか書いて、ね、キャップ特別キャップのあやたかみたいな、あやたかのボトルマンみたいな、そう出しやすいよね絶対、うん、いやーいいとこ目つけたな、だからトミーも玉六これキャップかいいねこれ、チャって書いてある、あ、いい、チャチャって書いてある、いいっすね、いいね、作ろう作りながら。あ、今限定公開になってます。田崎さん、こんかな？時間的にも。来るときは来るんやけどね。まあ、うん、ちょっとね、なんやろね。今日出した動画があるんやけど、うん、昨日のおやつの配信のやつを、はいはい、なんか、ちゃんと見やすくしたようなのが。で、なんか、はいはいはい、ここ最近おらんかったんやけど、低評価2期がね、現れだしてね。はいはいはい。うん。うん。めっちゃ低評価、ここ最近の動画全部にね、ポチポチしだしたんよね、また。うん。みんなには、見えないように今なってるんやけど。うん。結構、ああいうのされるとね、やっぱおすすめとかに出てきづらくなるからね。ああ、はいはいはい。そうそうそう。だから、できれば、高評価ポチッといってほしいな、って思ってます。まあ、はい、まあ最近ね。そうだな。最近増えたんよな、ちょっと、また。
初見反応動画とか出すとちょっと出てきたりするたまに。ただボットとかでその低評価するだけとかもやっぱいるからね、なんかボットでやるみたいな、うん、あ、もう少ししたら行く。はいはい。低評価とか高評価とか全然気にしてなかったから、うん、全然高評価をしてなかったな。あんまり俺ももう昔ほどは気にしなくなったんやけど、まあまあまあ、やっぱね、うん、初見反応系とかはなんかやっぱりいろんな人に見てもらいたいから、なんかそういうことされると、うん、まあ他の人のおすすめに出てきにくいからうぜえなとは思う、うん、そうそう、まあできれば暇があればちょっと低評価じゃないや、高評価を押しておいてくれたら嬉しいなっていう、ただのそれだけです、はい、はい。リョーマさんパワープロしてんのかね、まだパワープロやったことある？あ、いや全然ないですよ、やっぱスポーツ系は、はい、やっぱないよね。うん、そもそも野球のルールもよく分かってない感じで いるよね、そういう人やっぱり。まあ俺も細かいところまで行ったら分かんないところもあるけどね、うん、俺サッカーのオフサイドとか今まだによく分からんもん。ああちゃんとよく分からん。オフサイドな、あのシュルクじゃない本物の方の手越しがめっちゃ分かりやすく説明してたな。シュルクじゃない方の手越し本物の手越し本物の手越しがうん、待ち伏せ禁止だって言ってて、なるほどと思いましたね。よいしょ。これ色いいな。なんか話題提供してくれた方がいいんだよな。佐々木さんとか質問してくれたら嬉しいんやけどな。来たら。すぐ数字の方行っちゃうから。今週の PS5 の売り上げは？今週。期間いつだ、期間も一応15日から21日の1週間で PS5 は通常が21,512でデジタルエディションが3,525台。あ、普通が通常の、まあだからリスクの刺さるやつが21,512台で、デジタルエディションが3,525台。デジタルになったら一気に下がるんやね。もうね、だからなんかこれもあくまで噂なんですけど、うん、そのディスクの部分抜いただけで1万円も原価が下がるわけがないから、はあはあ、うん、リザヤが少ない、もしくは逆ザヤで売ってるデジタルエディション、もうこれ安く見せるために売ってるデジタルエディションをあんま多く出したくないんじゃないかって噂がありますね。あくまで噂ですけど。なるほど。うん。全然ハマらねえ。もう本当再三言いますけど、噂ですからね。うん。なるほどとは確かになるんですけど。うん。だからもうそのうちなんか、何年か後とかになったらどっちか切り捨てるんちゃうの？デジタルの方で切り捨てるんちゃうの？なくは可能性あります。わお。いやー、ほんと、まあ、この前の、まあ、その、PS5 の発表のやつに戻るけど、なかったなぁ。ほんとに。聞かれるのが、ほんとになかったんよね。うん、冗談抜きで。うん、だから、その、なんだろう、セブンリメイクも、まあ、まあ、あくまであの発表の中で、無理やり欲し、やりたいのを絞り出すなら、セブンリメイクとなんかクラッシュバンディングぐらいだったんやけど、その、なんかセブンリメイクに関しては本当何年後か後にもう本当完全版出すと思うんで、なんかちゃんと全部のシナリオ入ったやつとか。そうなるとなぁ。なこのタイミングでフリープレイとかもやってきたし、フリープレイと一斉トライアルは全然わけが違うから。そう、わけが違うのね。あれですよね、確か、なんか登録しとくとずっと遊べるんでしたっけ、フリープレイって。フリープレイずっと遊べる。
だから、あの、なんだ、プレイステーションナウだっけな、そう。はい、はい。それで、なんか払ってると、もう、その、まあ、そういう会員の人たちはもういつでもずっと遊べるっていうやつだから、いや、やるにしても配ってるんですよね。そう、もう配ってるのと一緒なんよ、もう。ええー。やってください、みたいな。やるにしても、ちょっと早くないって思ってね、いくらなんでも。まあ、追加シナリオがあるから、なんか、その前にやってほしいっていうのはわかるんやけど。いや、わかるけど、ソフトの価値を毀損するだけなんだよな。いや、ちょっとね、雑な気がする。あれも定価で買わなくなっちゃう。もう買わんよ。あんなことされたら。ただでさえ、そのね、PS に関しては中古が値下がりしやすいのに。PS なのか、任天堂以外なのかわかんないですけど。ちょっとね。あれでよしとしたのがすごいよね。な、スクリーン下手くそやなってなんか思う。本当。よいしょ。あれ、セブンリメイクって。古いタイミングで。まだ発売して1年経ってないんだね、みかん。あ、うん、発売して1年経ってないです。去年の4月です。そうでしょ？うん。それは、あの、ファミコンとかスーファミが今ほぼ無料で遊べるんだったら、そりゃもうどうでもいいけど、1年待ったら、そう、月額でできるようになるんだったら、そりゃ買わないですよ。現行機だしな、しかも。本当に、そりゃやらんですよって話ですよ。ええ、そりゃ買わんことなるよ。スクエニはもう、なんなんやろ、もうこれでいいと思ってんのかな。本当に。ドラクエ 11S のあたりから相当怪しいですけどね。怪しいね。もうだいぶ怪しいよ。この売り方。まあ、スマホ、あ、りょうまさんどうもどうも。ん？入ってきた。あ、入ってきた。はいはい。いや、この売り方だいぶ怪しいよね。ええ。あ、はいはいはい。こっちか。どうもどうも。聞こえます？聞こえます。聞こえません。ちょっとどうしてもこのボリュームじゃないとダメで。あ、なるほど、なるほど。ちょっと時間的に。大声出せんの？ちょっと出せないっすよ。ちょっと叫んでみてよ。いやいやいや、追い出された。小声でね、はい。な、パワプロしてたの？あ、パワープロは去年買ったやつなんですけど。うん。あの、高校野球モード。ああ、うん、あったね。ありがとう。あの、甲子園のやつ。うん。あれやってね。あ、パッツン来た。うん、サクセスモード。あ、たたきさん。はい。こんばんは。たつに質問受け付けてます。全然何でもなんか話題提供してくれたら喋ります。え、オーダー作ってます。それこそ昨日のやつとか話します。ちょっと待って、さすがにちっちゃいな、これ。ちょっともうちょい上げよう。ボリューム上げるわ。はい。ダイパーリメイク。あ、ダイパーリメイクの話。いや、はあ、ダイパーじゃなくても、ポケモン関係でもなんて。あ、ポケモン関係の話？全然。あ、今日の動画高評価よろしくお願いします。あ、わあ、見て、途中まで。やっぱなんか文句言う人多いね。まあ仕方ないですよ、本当に。処方を追っかけるってことはそれだけ思い入れがあるってことなので。いや、あんだけ言っててね、うん、
まあ、言うからこそ自分の期待とちょっと違うところもたくさん目についちゃうんでしょうね。いやだからその田崎さんも言ってたけど、あまり、もうあの辺の見ない方、もうなんか見たくなくなっちゃったから、もうあんまり言わんけどね俺も。もう、あ、もういっぱいありますか、買わんとけばいいかなって。じゃあそれなんて、もし、でも別になんか着ておいってわけではないですか。まあ、うん、まあ、そもそも、あの、あれの時点で、うん、その剣盾の時点でリストラだなんだって散々騒がれましたけど、うん、それでもね、うん、まあ、やっぱりね、そのこういうゲームの評価みたいなものを考えるときに、うん、どうしてもいろんな物差しでもどうしてもボロが出てきちゃうから、ツイッターのツイート数とか動画の高評価の数とか、うん、どうしてもね、物差しにするには惜しいとこ、なんかね、うん、そう足りないから、その辺でしてもね、売上本数も別にちゃんとしたそういう評価を測る物差しになるかどうかって言われたら微妙だけど、うん、でも少なくともツイート数や動画の高評価の数よりはっていうのがあるんですよね、うんうん、まあ、確かに、うん、見立てみたいなポケモンレジェンズ RCS、 うん、その分けましたね完全に、あれはダイパーに関して。確かに確かに。完全再現と、剣盾、っていうか、新機軸というか、うん。まあでも、自分とかみたいに、もう多分ダイパー触って以降、ポケモンほとんど触ってない人とかは、今回のはすごい嬉しいですけど。うん。まあ、多分、普段からポケモン、まあ、ほとんどのシリーズやってる人からすると、物足りないんだ。ああ、来てる。まあ、だから、その、そういう人と、なんかそういう、なんかね、がっつり遊びたかった人を今回のアルセウスと分けたんやろうなとは思うけどね。うん。使いが近いのも、多分そういう意味もあるんじゃないかな。そうそう。まあ、ある意味、両方ともダイパーリメイクやん。言ってしまえば。ある意味で。うん。だから、なんか、違う、全く、タイプの異なる、二つのダイパーを用意したような、そんな感じで。なんか、心配されてるのは、あれですよね。制作の会社が、ゲームフリークじゃないから、みたいな。イルカだっけか。あ、そうそう。うん、これなんか言われてます。いるか。メイクの原作リリースのやつで。うん。探検セットとかついてきてます。うん。いや、俺全然その、タイパーリメイクのやつに関しては全然文句なくて、うん、むしろ、ああいう方が、とっつきやすいというか、うん、俺は付き合ったけどね。てか多分、やってた人もあの方が乗りやすいと。まあ、もちろん、いろんな意見があるのはわかるよ。うん。もちろん、もちろん。だから、なんていうのかな。完全に、もっとグラフィック、うんぬんかんぬんで、剣盾みたいにしてほしかったっていう人の気持ちを、っていうか、そっちの方も完全否定するわけではないけども、ただ、なんだろう。もうほんとどんな形であれリメイクしても絶対 100% 文句言われるんやから、まあその自分の都合というか自分がこう思ってたのと違うのが来てそれで文句言うのはちょっと、うん、違うかなとは思う。違うかな、うん、なるほど。式会社いるか。あ、そうそう、なんか PC 作っ
アルセウスで出るのもあります。そう、ポケモンのオープンワールドみたいな感じよね、あれ。あれ、本当にオープンワールドかな？見た目めっちゃオープンワールドっぽかったけど。あれはあれで本当すごい面白そうやな。あの、今、その、イルカって会社を見てるんですけど、はい、ドラクエ11に関わってますね。あ、11作ってたの？作ってたっていうか、関わってた会社なの？はい。っていうか、うん、どうなんでしょう。とか、ニーア・リインカーネーション。あ、ニーアね。他にはなんか。かどこ、つうか、どこの会社そもそも。日本？日本のはず、じゃない。日本だけど、今回ゲーム制作は初めて。あ、そういうこと？ウィキペディア。だからいろんなところでそういうなゲームのなんか手伝いみたいなことしてたけど、がっつり制作に関わるのはダイパリメイクが初めてってこと？みたいですね。ポケモンホームには関わってるし、うん、3DCG 制作会社って書かれてますね。 3DCG、 なるほど。そうね、なんかあの発表の時もポケモンホームに関わってたとか言ってたもんね。あ、そうですね。なんか多分共同会社の方の方はゲームを作ってるから、だからなんかそっちだみたいな、よくネットで言われてます。そう、夢を見る島よね、あれ。本当に方向性は完全にあれ、うん、方向性は完全に夢を見る島のやつや、うん。めちゃめちゃあの方法です。なんやろうね、夢を見る島の時はなんかこんないろいろ叩かれなかったやん、あの形のリメイクで。そもそもまあた叩かれなかったのはそうだけど、そもそもゼルダが そこそこ、うん、ポケモンに比べたらそこまでブランド力がないっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、ポケモンに比べちゃったら。ここあ、規模がね、人口で、うん、規模も考えたら確かに、まあ、あと、もともとユネスマがゲームボーイだったっていうのも。あ、そうね、うん、白黒ドットの、まあ、白黒でもユネスマは一応そうか、カラー版とかあったから、カラーあるね、まあ、ともかくとして、ああ、でも、ああ、でもどうだろうな。自分もでも、夢島に関してもちょいちょい批判記事みたいな見かけたような気がしなくもないから。ああ、ほんと。俺、その辺見てなかったんよね。いや、夢島に関しては。見てないですね。俺は。うん、多分。ちゃんと調べたら多分出てくるんかね。まあ、多分、でも、それ言っちゃったらどんなゲームにもそういうのって出てきちゃうだろうから。まあ、だから、うん、まあ、量の問題じゃない？量というか、その。そもそも、まあ、これも、多分あれですけど、今っていうか、ポケモンを遊ぶ層っていうのが、ツイッターとかで積極的にツイートをしたりとかする人たちが中心なのかって言ったら、そうじゃないっていうのもありますし。いや、全然、そんなことはないもんね。やっぱり、もちろん今大人で遊んでる人もね、たくさんいるとはいえ、うん、あくまで小学生中心というか、うん、そういうコンテンツじゃないですか、ポケモンって、うんうん、まあね、確かどうかな、この認識。まあ大体合ってるとは思うんだけど、でもポケモンはまあそうね、そんな別に大きいお友達のためにやってるっていうよりも、子供たちのためのほうが比重は高いと思うけどね、全然。ただまあ、歴代のリアルタイプはかなりいいらしいですもん。あと、もう一個あるのが、うん、その DS の時に比べて、うん、各々のゲームのグラフィックのテイストとかがだいぶ変わるようになったじゃないですか。その、もちろん、ビレー 3DCG みたいなのもあれば、ドットのものもあればみたいな。ああ、はい、そんな中で、
剣盾と同じような方向性のビジュアルの新しいポケモンが出てきたとして、うん、パッと見で認知されるのかみたいな、うん、剣盾とは違うものだっていうのをみんながどれだけたくさんの人が認識できるかっていうのはちょっと思ったりもしましたね、うん、やっぱり持ってる人からするとなんか多分なんかあるんだ、やってないから何もわからない。まあ、これも本当にあくまでシリーズを遊んだことがなくて、動画っていうか CM を見たり、うん、紹介 PV を見たりとかっていう程度の人間の感想ですけど、うん、ちなみに翔さんは買うんです？いや多分今回も買わないんじゃないかな。いやあのね、カタログチケットは1枚あって、うん、3D ワールドの時に買った、はい、うん、その使い道によってはってとこですね。なるほど、うん、だから今年やる忍耐とかゲーム系の発表で何が出てくるかっていうとこ、うん、次第な気がします。まあ E3 も控えてるしな、まだそう取っといていいんじゃないの。 E3 ってなんかまだある可能性あるし、全然。うん、これなんだ、あ、こっちか。なんかでもまあちょっとよくわかんないけど、よく Twitter で言われてたのはなんかオメガルビーとアルファサファイアがちょっと改変しすぎたから、ダイバーをある程度やっぱ元に戻したんじゃないかみたいな。まあいろいろ言えるよな、ガイアからは。真相は開発者のみぞ知る。だから社長が聞くやってほしいんだよ。アルセイさんの主人公、本編の主人公の先祖なのか。うん、それなんかあのコメントでも流れてたね。うん、あれは本当先祖なのか、うん、それともダイパ主人公が過去にあのディアルガの力かなんかで飛ばされたのか。パツミが言ってた時の力を飛ばす。うん。まあそれどっちでも面白そうやけどな。まあだからあんまりね、あの掃除って気にしたらまあダメよ。なんかね。あ、そう、たたきさん、ちょっとね、たたきさん、結構、その、自分のコメントで、その、低評価ついたとか、なんか、うんぬんかんぬん、その、ツイッターの方で言ってくれましたけども、結構、たたきさん、コメントして結構撤回すること多いじゃないですか。別に説教でも何でもないですよ、これは。だから、結構気にしすぎじゃないかなって思うんですよ。結構コメントして撤回したりとかもそうですけども。もう本当、そんな考えなくていいですよ、本当に。なんていうのかな、本当。うん、俺に批判が来るのは全然いいからさ。それをなんか自分のせいとか思い込んだりしないで、本当気楽にコメントはもう撤回とかしなくていいから、ゴンゴン言ってほしいなっていうのはあります。だからあんまりコメント一つでそんな低評価つくとかはほぼないので、うん、そんなことはほぼだからナイブなんですよ。うん、いや、わかるわかる、うん、たたきさんの今まで結構、うん、コメントとか見てて撤回することとかめっちゃあるから、うん、わかる、なんかね、うん、気にするのはわかるんやけどね。だからあんまり俺のコメントもでも連投してるとなんかあれじゃん、うん、ちょっと気まずくなるとこあります。あー、そう、俺の放送全然人来ないから別にそんな気にしなくていいと思うけどね。だからめちゃめちゃ人がいるところでなんか連投したりするとなんか、うん、なんか思われたりするかもしれんけど、俺のところもうほんと数人やん、コメントしてくれる人。だからもうほんと全然気にしなくていいと思いますよ。うん。だからあまりほんと気にしないで、気軽にしてください、コメントは。はい。そんなこと言ったら玉録できました。玉録。できました、はい、早いね。めっちゃ早かった。1個目できるの。はい。刀。
かっこいい。いいっすね。いいねこれね。かっこいい。わ。だ、わ。うん。いいねこれ。これさ、ほら、あの、これでね、あの、狙いつけてまっすぐ打てるんよ。打てるんやけど、これ、打つときにさ、これ広がるんよ、これ。打つときに外側に広がるから全然狙いつけられない、これ。これ外側に打つとき広がるから全然まっすぐ飛ばんのよ、別に。本当はこれがレール代わりになってまっすぐ飛ぶっていうコンセプトなのに、打つときになったら飛行広がるから全然レールの役割を果たしてないんよ、これ。まあでもかっこいいからいいんだけど、なんかこの刀あるのいいな。もうこれとかなんか塗ってから本当刀っぽくしたいもん、ここのところ。あー、いいっすねー。はい、玉露できました。はい、さあ次行こう。玉露って聞くとな、スカオの旧遺族の長老を思い出すんだよな。いた。いたね。ええ、トトロみたいな。そう。旧遺族は確か全員お茶なんで。そうね。いや、なんか矛盾してるコメントとかもなんか残してると、別に、まあ、本人がなんか嫌だなって思ったから撤回してるんだろうから、まあ、俺もそんな、とやかく言わないですよ。撤回してることとかそういうことには別に、ああだこだ言わないんで、ほんと。はい。よいしょ。まあね。次どうしようかな。例えばさっき、あの、たつあきさんが、ダイヤモンドとパールどっちが好きですかみたいな質問してたけど、どっち？あ、ダイヤモンド。まあ大体ダイヤモンドって言うよね、みんな。赤スポーツ。でも今回は名前がファインディングパールかっこいいな。ファインディング。あ、リョーマさん買うの？ダイパー。絶対買う。あ、買うんだ。あの。まずね、まずでスマブラスペシャル以来の、あの、発売日を楽しみにする人だ。あ、ほんと？でも、剣立てはしてないんでしょ？あ、やってます。あ、スマブラの流し、あ、スマブラの話全然いいですよ。全然。言ってきてください。次は。リリアントってのは、まあ、輝くっていう意味もそうだけど。うん、多分ダイヤモンドがよくブリリアントカットっていうカットをされるからなんでしょうね。そうね。ああ、なるほどね。好きなアシストフィギュアは何ですか？アシストフィギュア。ナッシー。いい、いいね、ナッシー。ナッシー。アローラナッシーでしょ。そう。そうそうそう。ナッシーや。ナッシーってあれ、アシストフィギュアか。好きなアシスト。あ、ポケモンボールだったかも。ポケモンボールだわ。ポケモンボール？あ、違う、モンスターボール。ナッシーは、モンボだ。ああ、モンボだね。モンボだから、そっか、アシストフィギュア、アシストフィギュア、リオレウス。極端。アシストは何やろな。ドクターライトとか好き、うん、渋いね。シムシティやん。そう、シムシティやってたんで割と好きか。あ、あとメトロイドも。はい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 、脳天掴んでくるやつ。アシストフィギュア何があったっけな、人見てみようかな。どうぞどうぞ。あ、どうぞ。クリスタル、ガイル、塩辛、ズボンバーマン、アキラ、アルカード、サイボーグ忍者、ロビン、シャドウ、ヘビーガラス、ゼロ、ショベルナイト、ツキ、コック、川崎、リオレウス、ミドナ、アシュリー、ジェフ、あ、川崎行っときゃよかったな。サムライゴロウ、モンスターズ、高丸、ワルイージ、漆黒の騎士、ロダン、ナックルズ、スカポン、バイトくん、クラップトラップ、運転手、ドッスン、スプリングマン、ギラヒム、エレカ、テレビゲーム15、ワンワン、メトロイド、マザーブレイン、アンドルフ、ナックルジョー、ニテンドックス、スタフィー、サブレ王国の王子、シェリフ、ジロー、ワイリーカプセル、カエトテ、ミンズ先生、チキ、ニッキー、ナイトメア、ハンマーブロス、スタルキッド、スターマン、リン、デビル、ドクターライト、川島教授、リキ、
あとこのゼロの、なんて読むんだこれ。ゼロの女の子の名前がわからん、これ。なんて読むのかわからん。めっちゃいる。めっちゃいるな、こう見ると。多いなぁ。こう見るとめっちゃいるな、これ。あ、ちょっとミュートします。はい。はい。これ、これ、誰やろな。まあ、リオレーズもいいけどな。ナイトメア。俺、アシストフィギュアやったら月かもしれん。ムジュラの月が好きかもしれん。なんだろう、ド迫、ド迫力なあの感じがすごくスマブラっぽいなって思うよね、ちょっと。小塚田優里って言うんだ。なるほど。いや、ムジュラやってないからわかんないけど、月はなって怖い。で、辰明さんは何なの？ついでに。袋。あれ、龍馬さん何て言ったんだっけ？ドクターライト。ドクターライトや。あと、マザーブレインとか？あとは、そう、メトロイド。あ、メトロイドの方がマザーブレインじゃなくて。でも、セリフも好きです。リオレーフと月が一緒に出てきたときは笑った。それは面白い。カオスだ。ハンター来ないのかなぁ。ああ、確かに。ハンター来ないとリオレウス君かわいそうやと思わないかい？モンハンの世界の中であいつだけいてさ。確かに。せめてアイリスとか。そうね。ワルイージ、リキ、ゼロ、ガエル、アキラ。あ、格闘系多いね、やっぱ。ワルイージはまあ分かってたけど。めっちゃ悪い。よいしょ。モンスターホールか。モンスターホール。モンボ。モンボから出てきた中で。ポケモン。いや、ポケモンも多いなぁ。ママコブスってな、かわいいっすね。うん。サンムーンのポケモンやなぁ。あー、でも俺ポケモンの中やったら確かになし、アローラなし、ありかもな、スマブラ。だったら あとメタモンとかも好きやけどね、やっぱり。よいしょ。うん、ちなみにゼロさんとポケモン何ですか？ん？なんて？ポケモンで一番好きなキャラクター。ポケモン、うん、ポケモン、ポケモンの中でポケモンのキャラじゃなくてポケモン。あ、ポケモンです。ポケモン。ポケモンで好きなの、俺まあちょいちょい言ってるけどカビゴンよ。カビゴン、リザードン、ミュウツー、ヘラクレス、ヘラクロスや。うん、この辺や。うん。なるほど。カビゴンとかなんか親近感が湧いて好きやね。あんかな。だから、逆に、うん、割と、その一番思い出深い、昔の、結構、初代とか金銀あたりのポケモンは全体的に好きなんよね、やっぱり。ああ、なるほど。うん。いや、後の方でも全然好きなの、好きだけど、多い、いるけど、まあ、でも、やっぱ初代とか金銀あたりの方になっちゃうかな。あと、ポケモンのデザインがね、後になるほどちょっと、まあ、好みの問題やけど、うん。あんまりちょっと、好きじゃなくなるというかね、うん。モンボだって。ビクテニとか好きなんですよ。ビクテニ？
あ、ビクティミね。お、かわいい。うん。映画見た？あ、見ました、見ました。あの映画見ていけ、好き。ああ。かわいい。アルセウス、メロッタ、パルケア、メタモン、トサキント。トサキント最近とは何もないかも。トサキントなんだかんだ64の時からずっといるよね、あいつ。ずっといますよね。だって沢村とかあいつらリストラされたのに、なぜかいなくなった。そう、なぜかトサキントだけずっといる。ああいうネタっぽいポケモン好きやな。とかハッサンとかもずっといます。うん、いる。ハッサ、あれ、ハッサム、最初から出たっけ？デラックスあたりからじゃなかったっけ？デラックスか、デラックスか。ルカリオ、ゴーカドル、ガオガエンも。炎系多いね。炎だね。気が合いそうやん。俺も大体、御三家選ぶとき炎タイプばっかしやからね。ああ、そうなの。え、龍馬さん誰選ぶ？御三家。基本は水でした。基本水？水。あ、これ動く。水鼓動だったし。うん。ワニ、あ、でもワニの子は選ばなかったな。日の嵐。マジ？ワニの子、これ日の嵐の次に好きやけどな。あ、でもね、金銀の御三家全、もう全員好きなんよな、結構。そう、かっこいいんだけど、なんか大ダイルがそんな好きじゃなかった。あ、ほんと？大ダイルかっこいいんな。なんか爆風の。うん、やっぱ金銀の御三家全員進化しても可愛かったりかっこかったりするから。あ、わかる。なんかだからビッグフライやったときびっくりしたんだよ。ん？あ、ルビサ、ん？サファイア？ビッグフライで。ああ、エクソワイね。ポッコ選んだんです。ああ、ああ、最後どうしたの？魔女っぽいのになったからね。そうそうそう。なんか、みんな月光が好きだから、あえてを選んだら。魔法クシって、しかも名前もなんか6文字だし。うん。確かにな。正直。いい感じです。でも、炎系、まあ、でも、あの豚よりはマシな気がするけど。ポカブ、うん、ポカブ最後知らない。エンブ王っていうな、豚の王様みたいな感じな。じゃあ炎タイプ選ぶけど XY だけは結構です。あ、まあ、結局 XY は月光がないよな。最終はみんな、うん、でも、ゲコガシラが可愛くないんだ。ストレートファイターシールダンとかだと。ああ。ダンダンセアーでしょ。ダン、いいね。だから、ルイージみたいなのも好きなんよね、ただきさんも。だから。エンブをこれ。ん？ガルーラみたいな。ガルーラ、ああ。形がボスごとだとか、うん、でかいな。いや、ダンはいいよ。愛されキャラだよ、あいつは。これダイパリメイク誰選ぼっかな。でも皆さんどっちも買う。どっちも買う。せっかくスイッチ2台あるから両方欲しい。うん。ダイパ。そうやな。ヒコザル、ナエトル。ヒコザルこっち。いい音楽ですね。なんか FF7 の音楽流れてて。
え、龍馬さん、リメイクどっち買うの？そういえば。え、迷ってます。あ、そうなの結局。レコです。あ、どうも、わかりなさい。迷ってんの？はい、ダイヤモンドでもいいかなと思ってる。まあ。ブリリアントダイヤ。まあ、ポケモンコンテストがあるし、まあ、多分あると思うけどね。結構、ほんと、まん、そのまんまリメイクな感じだから、うん、今までのリメイク作品と違って。モンスタージュール、格好できれば、もう何でも OK。そう、今までのリメイク、それなんやな、めちゃめちゃ、その、書き方とも、かも違うし、ただ、今回のダイパーのやつは、結構、ダイヤモンドとかのロゴとかがそのまんまリメイクの方に使われてたりするから。リメイク買うな、ダイヤモンド、昔も。あー、そうね、兄弟いたらね、二人で分けてたね。俺も、弟が、その、まだゲームやってた時は、そうやって二人でバージョン分けてたけど、もう弟がゲームしなくなったからね。まあだからもう一人でやるしかない。まあ今ネットがあるからいい時代ですよ。まだね。ただなんか、オンライン交換とかなんか、どうなんだ。いや、オンライン交換いいよ。まあフレンドとかとやる分には本当にいいんやけど、たまに本当改造してるポケモンとか流れてくるときあるから、それが怖い。そう。なんか、剣立ての交換動画とかやっぱあるんですけど。あるよ。あるよ。うん、結構ある。だからデータだけもらって速攻で逃がすとか、ならまだ大丈夫。持ってたらデータ壊れるってことがある。うん。怖いよ。なるほど。ウイルスサイトみたいな。うん。全然ハマらねえ。姉はああ、コーヒー美味しい。ちょっとコーヒー入れてきてないですよ。よいしょ。ポケモンの情報も少し。リアルガといえば色違いが綺麗で好きだった。エメラルド、グリーン。プラチナとか出さんやろな。俺最終的に俺ずっとプラチナで遊んでたからな、大ファンとか。ああ。出さんやろな。これまでのリメイクの流れで言うと。よし。リメイクでも、この、あ、いいやな。この、僕とか、もう、テレビのための話してるのかな。そういえば、今回のリメイクはそう、テレビに映るようになるリメイクなのか。うん。今までは、そうだな。あ、ねえ。そう。あ、し。3DS とかだったから、3DS とか、アドバンスとか、よし。日本の全地方行けるやつとか、もう今なら出せるんじゃないの？グラフィックを抑えれば。ああ、確かに。グラフィックをちょっと抑えれば。うん、それこそ今回のダイパーリメイクぐらいのグラフィックに抑えてれば、全地方行けるんちゃうの？リメイクにも破れた世界があるかもしれない。ああ、あるかもね。展開特殊。あるでしょ。別に気が気に触れないはないでしょ。あ、でもな。ダイヤモンドの時みたいに、魔法の伝説に対して実践にすると嬉しい。バッテンカイトスとか知ってる人いるんやろ？バッテンカイトスって、モノリスの人たちが昔作ってたやつ。うん、なんかカードゲームみたいな。あ、うん。ゲームキューブ時代のやつやな。
名前は聞いたことあります。見た目完全にアクエリアス。色合いがすげえアクエリアスやな、これ。ポカリスエットとか。あ、これ使ってるキャラの名前も。うん、そうよ。ポカリリョウっていう名前。完全にポカリスエット。いいよね。そういうホビーアニメの名前の付け方いいよね。うん。すがすがしいくらいそのまんまってもいいですよ、ね。そうで、周りのキャラが一切突っ込まねえから。うん。リメイクといえば、うん、ゼノシリーズのゼノギアスとかも、うん、今のモノリスでリメイクしてくれっていう声をたまーに聞きますね。あ、全然ポケモン関係ないですけど。まあ、うん、気持ちはわかるよ。ゼノサーガシリーズとかもまた、うん、やってほしいという気持ちはわかる。明らかに権利関係めんどくさいから、うん、まあだから、うん、現実的ではないやろうけども、うん、まあ気持ちはわかる、うん、うん、俺もなんかやっぱ最新ハードでなんかやりたいのはわかるからな。あ、ゼノギアスとかフルリメイクでちょっと出してほしいのはあるけど、いや難しいやろな今は。うん、いろいろ大人の事情で難しいやろな。コスモスさん、ゼノブレ2で綺麗なコスモス見れたからな、うん、ゼノサーガやってたらコスモスの見る目カウント変わるんよね。うん、もともとゼノサーガ、ゼノギアス最初、ゼノギアスが最初、ゼノサーガシリーズでなってるか。ゼノサーガ、うん、2が微妙やったね、やっぱり。うん。全部クソゲーオブザイヤーだかなんだかで名前見かけたような気がするな。いや、ノミネートは食べれてたんじゃなかったっけ。ワンはほん、ワンとス、うん、スリーも面白かった。ワン、スリー面白くて。あ、2004年大賞、ゼノサーガ2。あ、大賞ゼノサーガエピソード2。あれ、大賞だったの？ノミネートだけじゃねえの？大賞だったんか、ね、2004年大賞みたいです。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ワンとスリーはほんと面白かったんよ。個人的にやけど。うん、もう3とか結構何周もしたぐらいやってたな、当時。だけね、もう一回クリアしたらもういいってなってた、もう本当に。正直。うん。2はね、まあグラフィックというか、まあそのデザインとかもそうだけど、ちょっとね、うん、戦闘システムもあれやったな。クセゲーオブザイヤーというあの人生ゲームを思い出す。人生人生ゲームは大体なんかね、ノミネートまで行くんやけど。うん。てん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 。いや、人生ゲームはクソゲーやで。基本クソゲーやで。本当に。あれも宝富だっけ？あ。そういえば。ヒルベルト、ヒルベルトエフェクト、そう、それ。ヒルベルト。あの、ま、なんだっけ、カプコン、マブカプ？マブカプ？あれ？じゃあマブカプじゃねえや。カプコン、カプナム、ナムカプか、ナムカプだ。ナムコカプコンだ。あれの、そのシミュレーション RPG みたいなのがすげえ。当時ずっとやってた。それになんかコスモス出てきてたんやけど、めっちゃ強いんよね、コスモスが。あ、ナムコクロスカプコン、それ。後にあの、なんだ、
あのプロジェクトクロスゾーンみたいな名前になってたけど。ナムコクロスカプコンのね、主題歌がめっちゃ良かったな。多分、たつあきさんはわかると思うけど。あ、ゼノサーガーとしてのことですね。2020年のオブザイヤーどうなってんだろうな。クソゲオブザイヤー。いやもう最近のはわからんな。昔のは結構見てたけど。ヨンパチとか。そう。うん。なんかその辺。ヌギアとか。その辺とかは結構知ってんだけど。物理、うん、あの、物理で殴るやつとか、レベルを上げて物理で殴るとか、結構。あー、ケンタッキーなんちゃらって。ケンタッキー？日本語の翻訳が全然ダメで、なんだっけ？ケンタッキールートゼロ。あ、そう、素晴らしき新世界。そう、主題歌がめっちゃそれそれそれ。それそれ。あ、そうか。来期、スボセカ、素晴らしき新世界じゃなくて、なんだっけ、こ、うん？素晴らしきこの世界。うん。なんだっけ、スクエニの。スクエニなんでしょ？うん、あれ、あれ、そう。素晴らしきこの世界。ああ、そうかそうか、素晴らしきこの世界。すばせか。あれのアニメがあるのを覚えとかなきゃな。あれ、アニメ？アニメになるの？アニメでやるらしいですよ。あ、そうなん？アニメと、あと続編が出るとか。そう。ん、完全版じゃなくて、完全新作が出るってこと？2あ、2出んの？あ、そうなん？あ、それ知らんかった。素晴らしきこの世界2年前ぐらい多分スイッチ1回リメイクして、うん、新素晴らしきこの世界、新スバセカ、アクションっぽくなってたような。あれも結局野村さんだから。そう、あの人も大変だろ。ナブカプを剣が誘いる。ああった、確かにあった FF カラットキングダムハーツにも出てた。なんか出てた。野村さんつながりやで。結局野村さんないやな。野村さんいろいろやるよね。結局野村さんなんやなーってなるよね。ゼノブレ2のイーラのキャラデザインも野村さんだし。あの人野村さんいないと多分、だから多分プロジェクトが全部進まないんだろうね。野村さんがいろいろ持ちすぎて。あの人死んだら何も進まんくなるで。そう、全部中止。ああ。その辺を気にしなきゃいけないのはまず堀井さんだと思うけど、うん、あー確かに堀井さんとか杉山さんとか、杉山さんとか、ね、なんか福井さんでももうそういう話が出てるらしい。もう後継者ドラで後継者とか何とかせないかんやろ、ドラクエとか本当に。そう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 、もうだいぶ落としよ本当、うん、あの辺堀井さんはまだかな、あと10年ぐらい。鳥山先生とか割ともう後継者的なのを育ててるからな、うんうん、鳥山先生は多分今書いてるドラクエ、ドラクエじゃん、ドラゴンボールの、そう、あの V ジャンプで連載してる人だいぶ本当、あれ本当すごいと思う。上手っすよね、うん、すげえドラゴンボール出る、うん、本職な。だから鳥山先生はまあ多分なんとかなると思うんだけど、杉山先生と堀さんが
だいぶシナリオもまだどうにかなりそうですけど、音楽は難しいですね、なんか後継者とか。ミヤメとか、近藤さんとかはうまくやりましたよね、そこら辺は本当、だからもう、ある程度そういうのは考えてたんやろうね、本当、ある程度はもう。そう思うと、今から桜井さんって今、50ぐらいか。そうだよな、桜井さんも問題なんだよな。あと10年。桜井さんももう50もなんの？そうなんですよね。マジ？あの見た目で？ええ、見えない。桜井さんと野村さん確か同級生なんだ。ええ。桜井さんめっちゃ若々しいけどね。確かそうそう、なんか割とゲーム開発者って世代が固まりがちで、あの堀井さんと佐久間さんはもともと仕事仲間だったわけだし、ああ桃鉄の、そう、はいはいはい。でも桜井さん割とこういうこと言ってたんじゃないですか。なんかあのゲームにいるあの斉藤陽介ってあの多分ニーヤのプロデューサーいるじゃないですか。はい。あのあそこら辺のこう世代でなんかちょっとゲーム座談会みたいなした時に桜井さん来たんですけど。なんかこう若手で有望なのが出てこないなと思ってます。桜井さん言うの。アービーはねもうあの。熊崎さんがいるから大丈夫だと思うけれども。年を取るほど若返る人だから。吸血鬼なんだよな。待ってた。赤スポット。そう。桜井さん、あの、カービィを復活させたからな、熊崎さんは割と。だからカービィに関してはもう。もう心配ないと思うけどね。いやもう本当に一時期対立がひどかったらしいですからね、ネット界隈だと。その桜井非桜井カービィの、そう、あの操作性から何から全部変わるんですよね、桜井さんがやってるカービィと桜井さんじゃないカービィって。そういうことね。まあだからスパデラがコマンドで技を出すようなコピー能力になったのに対して、2G シリーズの2、3、6、4は人能力、人技の続けててっていう、それが合う合わないみたいな、そう、それに対してまあ熊崎さんはまあ基本的にはスパデラを踏襲しつつ、とにかく過去作へのリスペクトをとことんやりまくるみたいな。カービィが素敵なカービィを作ってくださっている感じ。だいぶ、だってここ最近になってアニメのネタもやり始めましたからね。スターライズで川崎をプレイアブルにしたのは本当にわざとだし、あれ絶対。だって、あの、コックって、クラッシュとかスリープとかと一緒で一発能力、一発系の能力じゃないですか。ね、画面全体攻撃だからね。そう、それをわざわざ、その、クールタイムありの能力で川崎だけ特別にしてプレイアブルっていう。川崎ガン積み。まあまあ狙ってやってたよな。そう。そうですよ。川崎ガン積み。うまくやれば画面に6体川崎を入れられるっていう。スターライズって、なんか、資料集発売するんですか？あ、そう。あれ、欲しい。もうなんか言ってました。そうそう、あの、川崎ガン。あれ、いくらだったっけ？川崎ガン積みで、川崎がたくさんいるってなったかと思ったら、スマブラであのアシストフィギュア増殖バグで6体どころじゃない川崎が見れるっていう、やっぱ桜井さんはやることがちげえやっていう。
本当にすごいな。スターアライズからスマブラ発売までの1年間ずっと川崎でしたからね、あの年は、あの1年間は。川崎に、川崎への比重が重い、うん、まあまあ。で、カービィハンターズっていう基本無料のやつがありましたけど、うん、あれに出てくるナイトメアは声が銀河万丈さんなんですよね、アニメ版の。ああ、うん、わざわざ、ああ、ニルとかロボプラは本当にやばかった。熊崎さん限界オタクなんだよな、カービィに対して。なんだあの設定は。うん、これあのカービィオタクにこれ語らせたら相当うるさくなるんで自重しますけど。いや、むしろ語っててください。語ってよ、語ってよ。俺もそこまで詳しくは分からんからな、言うて。ああ、うん、まあスターラは、うん、言っちゃえばそのカービィがどんな存在なのかみたいなことをやったんですよ。うん。うん、なるほどね。ラスボスはまあ邪神。うん。エンデニルだけど、うん、別にその、もとも、神、あの、邪神と、っていうものではなくて、その呼び出した人の心に染まる存在っていうのが本当で、うん。で、ニルはまあカービィに倒された後、うん、春風に乗ってどこか平和の星にたどり着いてご飯を食べて夢を見るような存在になるんだみたいな設定でしたね、ニルっていうのは。触れたものの心に染まる存在だっていう、うん、でまあこれが多分カービィと同じような存在なんだっていう、うん、でしかもそこにさらに歴代のラスボスの要素も匂わせてきて、うん、ナイトメアもそうだしダークマターもそうだし、なんとかソウルってつくラスボスも、なんとかソウルってつくラスボスじゃないな。このラスボスを今までなんちゃらソウルにしてきた各要素も、だいたいそのカービィの元になった、その存在が関わってるみたいな設定になってましたね。うん。見えてない。カービィファン。なるほど。公式アートワークがスマブラスペシャルのカービィと見すぎていい。あとそうそう、あの、スターアライズで、アナザーデデデっていう、デデデの強化版が、うん、そのスマブラ発売直前に追加されたんですけど、アナザーデデデ。あ、まあ、要はデデデの強化版なんですけど、ゴルドを投げを逆輸入してるんですよね、スマブラの。うん、んスマブラのなんてゴルドを投げる技あるじゃないですか、うん、デデデの、うん、あれを使ってくるんですよ初めて。ああ逆輸入、そう、アナザーデデデすげえな、なんか、うん、すげえよ、すげえ。アナザーメトナイトっていうのもいるんだ。いますね、通称アメナイト。なんかもう、なんかメタナイトいっぱいいるよね。うん。あの系統。メタナイト系統いっぱいいるし、だいたい変なあだ名つけられるっていう。そうそうそう。ギャラクティックナイトは、そう、ギャラクティックナイト好きだった。うん。シイタケだし、うん、メタナイト、メタナイト防具はメタボだし、ああ、なるほどね。バルフレイナイトはバイトか。かわいそうだ。いやー、みんなメタナイト好きやね。メタナイト好きだからこそ変なあだ名をつけたがる。そう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 。で、公式は公式で彼は実は甘党でしたってやってくるし、うん、メタナイト、ダメナイト、シイタケ、メタボ、バイト、そうそうそう、アメナイト。アメナイト。で、バルフレナイトくん、なんか強化版は黒くなるからブラックバイトって言われるようになっちゃって、ブラックバイト。いいね。全部のセンスが、みんな
みんなうまいこと切り取って変な誰にしてくる。ああいうえによ。そういうの。アナザーメタナイトも割と仮面の色が飴色っぽいのがいけない。飴ナイトくん。狙ってんじゃねえのかってな。うん、しか、そのアナザーメタナイトも、スマブラの色変えっぽいとかって聞いたような聞かなかったよな。違ったか。そんなダメナイトくん、絵が下手くそなのにギャップありすぎた。あ、ダークメタナイトくんね。絵下手なんだよな。絵が下手っていうか、なんか、幼稚園児の描く絵みたいなの描いてたんだよな。ドロッチは割とうまかった。割とうまかったって違う。ダークゼロ描いてたんだ、あいつ。そう。あ、そうだな。ダークゼロくん。三条ドロッチ団のラスボスなんですけど。うん、他のラスボスにある第二形態とかが一切なくて、シューティングとかも、うん、ね、本編史上最弱のラスボスとかって言われてたんですよ。うん、かと思ったら、その、ね、スターライズが25周年記念作品だったのがあって、うん、ほとんどのラスボスの BGM がアレンジされたんですよ。うん、だけどこのダークゼロくんだけアレンジがなしっていう。あ、な、俺、それ、当時、なんか見たな。なんか、ねえ、みたいな。そう。なかった。そうそう。実は、これ、続きがあって、うん、その後、カービィカフェの方でアレンジされたんですよ。おーい。よかったじゃん、っていう。いいね。出世が出世。スターララドレッチの技にもダークゼロ。ダークゼロね。明日技で中からあのおもちゃのダークゼロが飛び出してきてボヨンボヨンするっていう。シンドロッチ団。あ、そうそう、シンドロッチ団のテーマ。あの、さっき言ったバルフレイナイトっていうのが、いわゆる裏ボスの位置にいて、うん、で、過去作品から出てるドリームフレンズと戦う、ドリームフレンズを使って、そのバルフレイナイトに挑むときに、うん、過去作、そのキャラに関連した BGM のアレンジになるっていう。うん、それをやったせいで、バルフレイナイトくん、その、ボスのアレンジを聞くための存在になっちゃって、バルフレイジュークボックスとかって言われてましたね。かわいそう。全部アレンジいいんだもんな。あの、マルクと、マルクの、うん、マルク戦の曲とか、あとはゼロツー戦の曲とかは、うんうん、スマブラ以来、だし、うん、カービィ本編だと初めてのアレンジっていうのでだいぶあれで、うん、個人的にあのスマブラの02とマルクに関してあんまり嫌いってわけじゃないけど、うん、その マルクはその凱旋のテーマが入ってきちゃうし後半、うん、ダーク、あ、じゃあ02の方にはなんか明るくなってるっていうか、うん、アップテンポになっちゃってるところがあって、うん、あれであったんですけど、本気アレンジ結構すごかったですね。うん、マルクはどっちがラスボスか分からん。マルクラスボスの時使ってた技全部使えるのがすごいんだよな。なんか今カービィのラスボスキラーみたいなの見てるんですけど、ええ、割と一つ目多いっすね。あ、うん、一つ目は多いよ。一つ目が割と多いのかな。一つ目が基本あのこのグリコンドンの目じゃないけど、グリコンドンの目今びっくりした。不意打ちに、不意に言うなよ。ダークマター一族ですね、一、うん、つ目は、うん、あ、そうなんだ。まあ、マホロワとかはちょっと姿が似てるだけの別物だけど。そうそうそう、マホロワ似てるな。うん。できた。マホロワあいつ許さねえからな。うん、マホロワは許さない。マホロワって目的何だったか。目的、カービィたちを騙して、なんかそういう強い力を手に入れるっていうのが目的で、カービィをずっと騙してたっていう。あいつは言った。鏡の国だっけ？いや、ウィー。
あ、いいか。はいはいはい。はいはいはい。あいとゆるさん。やったなぁ。あいとゆるさん。やったなぁ。うん。まほかはね。そう、どのつらフレンズだよ。あいつ、そうそう、どのつらフレンズ。どのつら下げて仲間になってやがるんだよ。あ、そう。だからなんか、スターライズで仲間になるって時に、揉めてます、揉めたってコメントすごかったですよね。うん。うん、だって、あの、その各キャラを操作して進むモードみたいなのがあるんですけど、うん、それに一個一個各キャラサブタイトルがついてるんですよ。はいはいはい。で、まあ、マルクだったら銀河に野望をみたいな、まあ、彼らしいやつなんですけど、うん、あの、マホロアに関しては裏切ったくせに心からの、なんだっけ、心からのベストフレンズとかだったかな。うん、友達だよね、ニコみたいな。怖い怖い怖い。やめて、タランザのことは言わんといてやって。あいつは。未練タラタラタランザの。あいつはもう無理だから、多分公式が延々死体蹴りをし続ける存在なんだろうから、やめてあげて。いや、多分そうなる運命になってしまったよ。もう、どっかで運命改変しちゃったから。うん。なあ、あ、できた。お、電車。三電車。三電車、一個。お、いいね。未練ありすぎて、現実を召喚しちゃうのはどうかと思うんだよな。あ、と、人落ちてた。スージーは彼女強いから、ロボプラストーリーを。ロボプラストーリー。いやー、ロボプラ面白かったなぁ。ロボプラ、まあ、重いのは気になる。重いっつっても、普通に遊んでたらまず気づかないところが重い。あー、なるほどね。うん。あ、3DS。ロボプラ、ラスボスがやっぱ良かった。思うとカーリーが正しくやってないか。グレンラガン見てると余計燃えたわ、あれ。よし、あとコーラマルーと。ロボプラが、なんか、スパデラが出て20年とかなんとかで、だったからラスボスにスパデラ要素が多いっていう。ああ、ボスの説明を見るだけで辛い。うん、辛い。うん、あのボスの説明文を熊崎さんが書いてるみたいですね。熊崎さんやばいな。うん、熊崎さんはやばい。あの人はやばい。あの、箱ボーイってあるじゃないですか、ハルケンの。うん。あれの YouTube チャンネルに、うん、でゲスト出演してた時に、うん、もしキュービーがカービィのラスボスだったらみたいな話になって、その時にも超、なんか、すごく辛い展開をさらさらと、思いついて喋ってて、うん、まあ、この人にして今のカービィがあるんだなっていう、あのラスボスが、あのラスボスの設定作る人はそりゃそうなるわなっていう。いいな、それちょっと聞いてみたいな。見ようかな、後で。カービィ、そうね。カービィどうしたいんやろな。ロボプラ1、まさにか。ハルバードを操作する。ああ。うん。あ、リョーマさん？あ、どうです。カービィってまだ今年、なんか発表されてない。まだ、ないんですよ。去年とか一昨年とか一応外伝作が出てたんですけど。ファイターですか。そうそうそう。一応なんか多分、2014年から毎年何かしら出てるか。今年も何か出るかもしれない。本編がね。それが、今年何か出るか、あるいは今年1年お休みして来年本編新作が出るかみたいな。ああ、なるほど。カービィファイター2って
あ、ファイターズは、ファイターズもハンターズもどっちももともと 3DS で出てました。あ、はいはい。これって2018年。うん。2018年。うん。ちょっと前です。このチーム戦いいな。グラピトピットがチームで、ケントリュウがチーム。あ、おお、あ、いいっすね。いいね。シュウさんが、これか。ボトルマン知ってるか。僕はボトルマンはゼロゲンさんのところで初めて知った。ん？あ、ボトル、まあ、ボトルマンの話？うん。まあ、俺がツイッターでつぶやいてるだけやから。最近になってやっと変えたからね、もう。うん、うん。それまで全然俺も何も言ってなかった。ハンターズといえば、キング D マインド、DBD もやばかった。キング D マインド、うん。あの、そうね、ダークマインド。ダークマインドは鏡の大迷宮のラスボス。なんだけど、鏡の大迷宮だけ唯一デデデが出てない作品なんですよね。ああ。だからその、ダークマインドとデデデを組み合わせたような姿のラスボスを作ることで、その異種返しをしたみたいな。デデデが、本編、鏡の大迷宮が出なかった代わりに、そのラスボス、鏡の大迷宮のラスボスとデデデを組み合わせたボスができ、を作ってあげるみたいな。そういうことをしてましたね。鏡の大迷宮はマジで、なんか、出てんのに仲間呼ぶんだ。確かに。ね、携帯でね。そう。なんか、キスして大丈夫。これ結構、シューティングしてたら突然エンドクレジットが流れ出すやつね。あ、そう。トイレ行ってきます。はい、行ってらっしゃいまし。ちょっと今ディスコードに、ディスコードじゃなくていいか、コメント欄に、スターライズのそのバルフレイナイトの時に流れる各キャラのゆかりの BGM のアレンジバージョン、うん、ラスボス BGM とかのアレンジバージョンの曲名を、あ、これでも、ダメです。そうね、ダークメタナイト対デデデっていうのがトリプルデラックスで、そう。てかそもそもトリプルデラックスの裏設定に、あの鏡の大迷宮に出てくるディメンションミラー、鏡の大迷宮に出てくるあの鏡が関わってくるんですよね。ああ、はいはい。意外と繋がって、まあ、繋がってっていうと大げさだけど。まあ、多分、そうそう、まあ、無理やりくっつけたんでしょうけど。なるほどね。ディメンションミラー、そう。今ちょっと、チャット欄に曲名貼った。本当ですか。反映されるかな、大丈夫。あ、来た。あ、来た。ちょっと、開業できない関係で見づらいですけど。ね、ナイトメアーズバトルダーククラウディ VS マルクスターライズドリームバージョンダークマターインザハイパーゾーン乙女たちの闇との戦いダークミラージュシンドロッチェダムテン。ここまでが、まあ、だから順番に夢し、夢しめじゃない夢の泉ダーククラウディは2か星のカービィ2星のカービィスーパーデラックスダークマターインザハイパーゾーンが星のカービィ3乙女たちの闇との戦いが星のカービィ64ダークミラージュが鏡の大迷宮でシンドロッチェダンのテーマが三条ドロッチェダンっていうそれぞれのそうシリーズタイトルに対応した曲なんですけどこのこれ以降の3曲さらに3曲あってこの3曲はもともと熊崎ディレクターがディレクションした作品のからの、まあ、だから星のカービィ Wii トリップWii トリプルデラックス、ロボプラネットか。の、それぞれの、に対応した3曲が、
こういうタイトルになる。あの、今送った、はい、そう、今送った。あの乙女たちの闇との戦いはいわゆるメドレーアレンジってやつで、ラスボスの前座のボスの BGM とラスボスの BGM が組み合わさったのが最初流れて、後半そのステージ選択の一気に明るい曲調になるっていう。で、まあこの1個目のコメントで貼った曲と後半最後2個目貼った曲で明らかに題名のテンションが違うっていう。すごい。これが熊崎ディレクター。覇王体感オーバーロード。そうそう。月迫のファントム。幼き日に見たデウスエクスマキナ。作品でな。すごいタイトルだ。これって確かに文章がすごいな。あれ文章も別物だな。うん。ちなみに翔さんはカービィのどれが好きなんでしょう？どれって言ってもな、割とハマってから、まあ、どうだろうな、やっぱり一番なんか遊んだかなって。あ、一番やり込んだのはスターライズですね。ああ、やっぱり。うん。こっちは来てみてるんだ。こっちは来てみてるんだ。デウスエクスマキナはな。ちゃんと意味がある。よし。やろうか。このその、謎の景色に似たデイスエクスマキナっていうのが、ロボボプラネット。そう、ロボボプラネット。動画で見るか、誰か配信してるっしょ。うん、もうちょっと6分くらいのこれカービィハンターズ来てこれで吸い込んでボキボキだったら来てカービィハンターズ来て、割とそのカービィって本編だとミニゲームみたいなの入れるんですよ必ず。そのミニゲームが独立してたのがカービィハンターズとかカービィファイターズとかですね。ああ、だから、あの、3D ワールドとキノピオ隊長の関係に近い。はいはい。はいはい。わかりやすいね。うん、いい例が。なるほどね。そう思うと、カービィの、マスターライズが本編だから、そうそうそう、うん、なるとスターライズの前はロボボプラネット、ロボボが本編だった。うん、でその前がトリプルデラックス、トリプルデラックス、え、トリプルデラックスな、あ、でも周期で言ったら出てもおかしくない。そうそうそう、そうなんですよ。あ、ファイターズ2トロトロバトルのアレンジ流れるんだ。外伝あんまやらんのよな。あ、ね、ファイターズは買い切り、買い切りっていうか普通に買うパターンで、ハンターズが基本無料。ちょっと名前似ててややこしいんですけどね。ちなみに自分はカービィカフェ、これまで2回行ってます。
いいね。あれ、行きたいんだよね。いいよ、カビカフェ。カビカフェ、カビカフェ。あのね、あ、カビ。何食べたっけ？あ、パッと出てこない。あの、チリの鎌倉ハンバーグだったかな。あれ、あのね、雪っぽい見た目のハンバーグなんだけど、はい、蓋開けてみたらあれびっくりした。豆腐と大根おろしで雪を表現してる和風ハンバーグだった。ゴリゴリの。あ、そうなんですか。そう、ポン酢かけてくる。そう、ポン酢かけてくる。あ、ちょっと僕もメニュー見よう。かわいいカービィ。ハンバーグ。あ、そうそうそう、そうです。カービィカフェ、メニュー、メニュー。間違って抜けちゃった。あぶね。戻ってきた。前が見えん。ありなさい。あ、そう、ワドルディのオムライスも食べましたね。パソコンの画面がカービィのせいで見えん。これかわいい。かわいい。カービィカフェ、そのメタナイトが甘党って設定つけられたのは、そう、メタナイトが大事に取っておいた抹茶ムース。なんかね、あ、ウィスピューズ、これも美味しいんだよな。メタナイトが夜な夜な食べてる。カービィかわいい。あ、そうそう、メタナイトが夜な夜な食べてるパフェとか、メタナイトがマントからこすり取り出すチョコ、なんだっけ、ガトーショコラ。ガトーショコラ。よいしょ。今日はカービィちゃんを抱いて寝よう。よし、コーラまで作るか。コーラまる。アートコレクションホルダーってこれコップももらえるかと。あ、そうそうそう。いろいろマグカップもらえたり。ああ、なるほどね。ほい、行ってみて。うん、いいですよ。そして、皆さんは最後の、どこでなんかね。たたきたものがちょっと。ん？いや、別に大丈夫よ。場をつながなきゃと思ってめっちゃ話した。いや、逆に話しててくれた方が俺は作る方に集中できるし。いや、だからいや、カービィに関しては、やっぱあんまそんな深く、まだまだやなって痛感しましたね、私は。いや、結構そこそこ知ってるつもりだったけど、まだまだ知らないこと多いなって。いや、多分、Wii までの段階だったら多分、大丈夫だったと思うんですけど、うん、Wii 以降、相当沼に浸からないと、ついていけなくなるとこがあるんで、カービィは。いや、まだまだ、まだまだよ。カービィはね、なかなか。そうそう、スターライズで出てきたアニメネタなんですけど、なんか、カービィが、デビルフロックっていうカエルの、魔獣に取りつかれてめっちゃ悪くなる回があるんですよ、アニカビに、うん、で、その時になんかすげえ怖い顔のカービィが出てきて、それスターライズで出てきてたりとか、アニメネタを逆輸入。そう、あとアニメ1話でオクタコンっていうタコの魔術を戦うんですけど、
それもジャラッと出てきたりするんですよ。うん。アドレーヌの格影で。ああ。アドちゃん。そう、アドレーヌがオクタコンの絵を描いて、オクタコン、その、の絵を動かして攻撃するみたいな、ものすごいことになってますね。あ、そう、アルティメットチョイス。アルチョ。アッチョイ。川崎ガンツミが安定。そう、あの、カービィ、アルティメットチョイスっていうのはボスラッシュモードなんですよ。うん。うん。だから基本的にその回復アイテムとかも縛られるんですけど、川崎は、あの、コックって能力で、コックの能力は基本的に画面内にいる雑魚敵を鍋の中に放り込んで、そうそうそう、回復アイテム変えるっていう、まあ、スマブラと同じような能力なんですけど、それを使って、例えば敵が召喚してくる雑魚敵とかを鍋に放り込んで回復にアイテムにするっていう技が使えるせいで、川崎連れてくと結構回復できるんですよ。で、しかも、はいはい、最大3体まで連れていけるから石になってたらずっと無敵のストーンと組み合わせると超耐久戦で大体勝てるみたいな。チート川崎、そう、川崎ガンツミ、はい、格闘技への道ね、はい、あの勝ち抜きボスバトルとかという名前だったのがアルティメットチョイスって名前になって、おしゃれ。ただあの川崎って川崎市の川崎じゃなくて川崎重工業の川崎らしいですね。名前の元ネタ。なんかそうあのキャラクター作るスタッフにバイク好きがいて適当に名前つけたとかなんとか。うんうんうん、そういうことらしいです。そっちの川崎ね。なるほど。そうそうそうらしいです。てかそう、コック川崎ってカービィ本編だと、本編シリーズだと多分スターラとスパデラにしか出てないんですよ、中ボスとしては。うん。なのにこの異様な知名度は大体アニメと飛田のりおのせいなんですよね。あれでしょ、うん、あの川崎のそのアニカビの声、あの神湯でしょ、確か。そう、神湯なんですよ。そうでしょ、ガンダムの。そうそう、あの声か。それは知ってる。死んだんじゃないのですね。そうそうそう。しかも、アニメのカービィ川崎ってひどいことする。うん、ひどいことする。見るよね。うん。あの、死んだんじゃないのが出る回って、その、デデデとカービィがめっちゃ太って痩せようとする話、ざっくり言うとそういう回なんですけど、死んだんじゃないのの回は。で、その回で送り込まれてくる魔獣が、エアロビー、拷問まがいのエアロビーをするインストラクターっていう魔獣なんですよ。で、めっちゃ、エアロビで歌いながら攻撃してくるっていうか、歌いながらそのエクササイズをさせようとするんですけど、それを歌ってるのも飛田のりおなんですよ。飛田さん何しとんねん。僕はディスコードに貼りますわ。多くの人が遊んだウルデラにも出てるのもあるかも。ああ、そっかそっか、ウルトラスーパーデラックスですね。ゴロゴロしていたいけませんか、しなければやってます。はい。しかも何がムカつくって、すごいクソかしでクソシーンのくせに、これえ、この歌のないところがデデデ戦のアレンジなんですよ、エアロビの。ああ。デデデ戦から初代のエンディングは、あの、明日は明日の風が吹くのアレンジ、うん、エアロビアレンジなんですよ。だからめちゃくちゃいい曲っていうのがすごいムカつくんですよ。あ、いい曲なのがムカつくのね。そう。無駄にいい曲になった。そう。
ディスコードに貼ってみたんで。あ、オッケー、ます。聞きたか、聞きたければぜひ。ゴロゴロして。苦しみ、あ、苦しみだけど。でも、そのハニカビがやってたのは僕が生まれた頃ですね、大体2001年で。ここ前、20年前か。うん。そのカービィ痩せなさい。デレデもそろそろ痩せなさい。こうなれ拷問、生き地獄。あの世天国、あの世ゴーゴーね。お仕置き天国、ゴーゴーヘブン。飛田さん。ほんと自由なんだよな。どういう、あ、アドリブだったのか、ちゃんと。いや、多分ちゃんと歌詞渡されてるんだと思います。歌詞、うん。あのアニメはアドリブだけじゃなくて、制作陣も相当頭がおかしくないと、できない、出来上がらないものが、ちょっとあの、ポプテピピックに似たものを感じるんですけど。はい、まあそれ、うん。声優だけじゃなくて、制作陣も狂ってないといけない。ポプテピっぽい。それなんかポプテピこの自由奔放さはポプテピですよ。やってた時本当なんかカービィが なれあのなんだ釣り合いに出されてたことあったわ、確かにコメントとかで。そう、確かにめちゃくちゃだもんカービィなんで、まあでもあの面白かったんだよ。はい、はい、それこそ、テロさんが前に言ってたの、ポケモンの漫画じゃなくて、ピエピ。あ、あ、ああ。あの、ポケモンダイレクト見てた時に言ってた、ピエピとか。ああ。結構、昔 の, あのポケモンとかの人、ブラックジョークっていうか、うん、多いのが結構面白くて。カービィの場合は、大人も子供も楽しめるっていうカービィのゲームの持ってる役割をアニメでやるにはどうしたらいいのかっていうので、あの基本的にはこあの子供アニメのその毎回悪いやつを倒して終わる形式で、中にその大人しかわかんないパロディとかブラックジョークを入れてくっていうのが、それがすごいそう思うね。カービィとか、うん、ポケモンの漫画とか、そうそうそう。なんだっけ、アニカビだとな、パロディだとなんだろうな。よいしょ。もういっぱいありすぎてよ。出ねえな、代表的なのが。大体やってんじゃないの。大体の話数で。うん。まあ、それもそうですし。カービィ、このアニメって確か制作会社が潰れてるんですよ、もう。で、そう。で、DVD、レンタル DVD とかも全部できらなかった関係で、その絡みで多分 YouTube に載ってても消されてないんだと思うんですよ。うん。本来なんかそういうのって権利関係的に良くないことだと思うんですけど、だからこそ逆に手軽に見れるクソアニメっていうポプテピかよ。そう、うん、それで名をの残し続けてるというか、今の人でも見れるっていうのがこのアニメの評判に関してはプラスに働いてるとこありますよね。まあ気軽に見れる、まあいい、まあまあまあね。まあね、マジで。んこれどこや、環境破壊は気持ちいいぞい。それもアニカビ特有のあれよな。こうか、あ、こうか。ゼロさんって明日とかって配信やるんですか？ん？明日？明日してほしい？明日、明日というか今日。まあできるだけ週末をやるようにしようと思うけどね。まあただ今日みたいにこんな雑談はまあ本当次の日が休みとかじゃないとしないから、うん。どっちにしたって深夜
あの喋ることに夢中になって結局深夜まで絶対やるんだから。もう2時半ですからね。そう、でもまあでも明日休みだから全然いいかなって思ってるから、うん、俺は。うん。そうそう。だから次の日が休みじゃないと本当やんないからこれ。なるほど。ただまあ明日はもうなんかやる予定だけど、明日どうしようかな。明日なんか やってもいいけど。アービー、アニメ、名言。明日はどうしようかな。来週はスマブラやるからね。ええー。あの、ウィスピーウッズは消えたが、タイガーウッズがここにおる。大丈夫なのかよって思うけど、うん、マジの名言だ。コラマルゴールド少ねえな、シール。ほとんど金色だから。あ、そっか、金を目立たせるために貼るのは控えめみたいな。全然シールがない。テレビのおかげで意味ないけど健全な娯楽を、嘘だけど迅速なる報道を、無駄だけど楽しい CM を。なんか割となんだっけ、あの声優やるぞいみたいな回あるでしょ。あ、アニメ星のデデデと星のフームタンですね、伝説の、うん、あれは知ってる、うん、あれは伝説の回です。 あれはすごい伝説の回っていうの知ってるから。お金かかってるけど言ってることがなんかその鷹の爪とかに似てるんだよ。あいよいよ私もレアモノか、あいよいよ私もレアモノか。あ、おちょっと落とすなよ、俺。高騰花火、鉄砲ドーン。まあ、要はミサイル型の花火ですわね。それに鉄砲ドーンって名前をつけるっていう。鉄砲ドーンですね。スマブラのメタナイトはアニメと同じ声優さん。ああ、そうね。ですね。あの、アシストのナックル・ジョーに声がつけられてるのも、ピットと同じ声優さんだからっていうのがありますね。高山みなみさん。ね。確か。一緒だね。あんまりたことなかった。うん、いや、ナックジョーの声聞いたら割とすぐ高山みなみってわかるよね、あれ。うん。うりゃ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 。そう、あの、ひたすら殴るやつ。うん。産業革命の尊い犠牲となるぞい。完全にバーロー。うん、完全にバーロー。いや、バーローといえば、その、バーローの某博士が、デデデと同じ声の人ですけど、うん、アニメで、そう、あの、うん、某映画、そう、某映画でのみ、ちょいちょいゾイって言うんですよ。何の映画どれ コナンの映画、ゼロの執行人だったかな、安室さんの。ああ。あの映画でだけ、別に多分カービィを意識してとかもそういうの一切ないって思う。たまたまでしょうけど、何回かゾイって言うんですよ。ああ、まあたまに言うよね。うん。たまに言いますね。お前その声でゾイって言うなっていう。デデデがいるゾイ。デデデが言ってる。コナンって言えば、ちょっと話されますけど。なんか、エヴァ、決まりましたね、公開。ああ、決まりましたね。よかったよかった。あいつ、いつになったの ?4 月じゃないですかね。5月 ?4 月でしたっけ ?3 月でしょ。え、3月あれあ、嘘かも。ちょっと待って。その情報見てねえや。
新公開日2021年4月16日ですね。4月。ええ。まあ、毎年やってるタイミングですね。1年ずらした。結局1年ずれた感じになっちゃったのね。うん。まあ、それでいいと思うけどな。うん、それでいい、は、いいのはいいんですけど、多分、去年この映画やれてたら、今年は25周年記念で、ちょっと違う映画やれてたと思うんですけど、ね、いや、公開でいいって言ってました。そうなるね。4月。あ、なんか今、公式サイト見たら、3月8日って言った。え？多分、え？ま、まじまじまじ。スマブラ配信を時々見直してたり、ボンバーマンのリザルトで爆笑する。あ、いや、3月なのはそれ前売り券の発売日では。あ、本当ですか。ちょっとよく分かってないんだけど、あ、本当、前売り券が3月6日で、スマブラの公開はみんなゴリラや。4月16日。え、ゴリラ見たい。全部ゴリラや。全然気づかなかった。あ、本当だ。ゴリ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 ラで落とし合いしとるで。あれ、どっちなんだろう、よくわかんねえな。うん、4月ですね。4月か。わざわざなんか3月にやる理由もないし。まあ、確かに、まあ、多分、まあ、自分は見に行かないんですけど、あんま詳しくないんで。か、別の、やれてた可能性あるね、確かにね。うん。自分は、あの、コナン語らせたらうるさいですけど、多分、この配信というか、このチャンネルの趣旨からずれるんで、そこはさすがにあれですけど。うん。めっちゃ詳しい人がいたら別やけどな。うん。アニメは才能がなくても作れるという証拠に、か、ガニカビの名言。才能はないけど根気だけはある物好きが腐るほどいるでゲス。日々やってる連中は給料安くて済むでゲスな。それなんかさ、それだけ聞いたらさ、もうカービィちゃうよね。うん。あれ。アニメーターには基本的人権はありますぞ。あ、それ聞いたことない。それに対してデデデが、黙れ、我が国はあくまで独裁国、悪の枢軸ぞい。ひでえ。そうは朝7時半だ。こんな朝早くに見る人いるんですかな。メタ発言が。朝7時半ってのはアニカビが放送してた時間。アニカビ、そう、アニカビ7時半だった。そうそう。メタ発言が過ぎる。だから、ほんと何も知らない人に聞かせたら、カービィと思わんやろ。ええ。絶対。何ですか？から全然動かないで突っ立って喋ってばかり。動かすのが大変だからおしゃべりしてごまかしてるんだ。しかも動いてるのは口だけ。でもほら、カメラワークあるわ。動いてるように見せてるだけ。これじゃ詐欺よ。こういう アニメは安く作れるね。それをきっぱりと国民の前で言うのはすげえよ。ええ。本当にやってることが宝物なんだ。いいな。今やったりしたら次は話題になりそうやけど。だいぶ大丈夫。本当にこれもう一回やったらなんかいろんな人たちが見ると思うんですけどね。うん、全然見る。でも制作会社潰れてんでしょ。うん、そうなんですよ。権利関係とかもそうだし、単純に企画としても。20年前の鈴木をやるっていうのはなかなか。うん、まあね、今度100話ぐらいやったのか。100話で終わったはず。ただ、なんか、後半、その終盤の展開になった時に、なんか、なんだっけ？脚本家が、なかったんだよ。ウィキペディア。脚本家逃げたの？いや、登場人物ってみようか。あ、これもう透明だからわかんない。わかんない。
これはページ内検索。裸のシルク、裸の手越しがおる。目がすとこすこす。こっちのゲームシリーズ完全勝利。あ、違うな。なんか。手越しをやめい。あれね、なんだおや。あら、書いてねえや。あ、なんか手越さん知ってるらしいね。自分がシュルクって呼ばれてること。お、そうなんだ。そうそうそう。書いてない？わかんない。ちょっとどこかで見たんですけど、うん、そのどうしても私生活で奥さんが急病かなんかとかっていう事情で、うん、最後の数話、まあ、要は最終決戦の脚本がだいぶ急ぎ足になっちゃって、うん、いくつかの設定がほったかされたっていう。感じらしいんですよ、ね、アニカビはさ、なんか、ええ、なんかナイトメアがカービィの生みの親みたいな設定じゃないんだっけ？星の、あ、なんか元々星の戦士っていう括りで。そう、なんかもともと魔獣でナイトメアが作ったもので、いい心を持ってたうんたらかんたらみたいな。うん、だそういう設定じゃなかったっけ、もともと。そうですね。魔獣っていうね。ああ。うん。あ、やべ、ちょっと削れた。よいしょ。うん。もうちょいしたら落ちますね。はい。終わった。よし。できた。もう、あ、でも、ゼロさんができたのか。最後、それ見とって。やっとできた。これ、あ、ほんと、シール頭の部分だけだったな。完全にゴールド。ゴールド繊維だった。ゴールドだからってこと。もうゴールド部分を出したかっただけやな、これ。かっこいいか。かっけえな、これ。どう作った？ゴールド。コーラマルゴール。そういうことか、こっちがないのね。原作だと春風と共にブランドに来てやってきたい旅人、そうですね、うん、旅人だから、旅人だったり若者だったりだから、あんまり幼くないんですよね、ゲームのカービィ。あ、なるほど、いいですね。なるほど、スイッチと連動させて、安直だけどなんだかんだ言ってかっこいいんですよね。色味がね、あるよ。そう、うん、あ、いかん、ダウンロードソフトの番号思いきし今放送。ここに貼るのね。あ、やばい、意識飛んでた。あ、いや、もう無理しないで寝ていいのよ、別に。うん、もうこっちも、もうボトルも完成したから、ぼちぼち終わるで。うん。うん。負けられない戦いが、ここにある。なんでやねんな。なんでやねん。突然展開される負けられない戦い。そう。スマブラのファイターって設定的にヤバいキャラが多い。ほう。クイズ？
浮気さんもすごいな。浮かないのか。そういえばな、スターライズのラスボスは BGM が途中でゲームボーイ音源風のグリーングリーンズになるんだよな。はい、その星の源の創造的な様子。そう、いやー、まあ割とカービィは うまいと、毎回うまいところにグリーングリーンズを入れてくるんですけど、今回まさかのでしたね。そこでピコピコ音はずるいやろっていう。グリーングリーンズ、携帯の音楽とかにしてた。あら。ああ。あれ結構いいよ。達也さんのスマブラの絶対的にやばいって気になる。あ、音速で走るソニック、未来が見えるシルク、時間を操るビヨネッタ。はい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 。まあ、主人公だからね、みんな。そうね。割と主人公補正、ライバル補正の戦いだから、スマブラって。補正 VS 補正でしょ。うん。環境破壊から楽しい人が担当してる。うん。スマブラはさ、このデレデレは桜井さんだけど、うん、カービィ本編のデレデレは今さ、あの熊崎さんがやってるんですよね。うん。そんな化け物相手に全員勝てそうな可能性があるカービィはまさにピンクの悪魔。うん、そうだよ。公式ネタにしがち。ああ、なるほど。ダメなのか。じゃあいいや。なスイッチ連動させて遊ぶ遊びがあるんやけど。うん。うん、あの今スマブラを流してるから。はいはいはい。あのこっちのユーザーであっちのユーザーみたいな感じでできんかった。あらら、まあ、いいや。ああなるほどなるほど。だこれ、うん、スマブラの方のユーザー俺の権限だから、こあのもう一個の本体ではその権限をこっちで使ってるから使えなかった、簡単に言えば。ゼフィロスは主人公だった。まあまあほら、ライバルだから、ライバルもなかなか死なない補正があるから。うん、死ぬ、うん、いやー。エマさん大丈夫ですか？うん。ね、そうだよな。いや、あとこのワンダーグレープってやつだけなんだよな。あー、もうここまで来たら揃いたいですね。もうこれだけなんですよね。あと全部あったから。ね、なんかすげえボソボソ言ってるけど大丈夫大丈夫、全然大丈夫。よいしょ。なんかパーツスイッチ的なやつなんでしょうね、うん、そのデジタル対戦キットのやつは、うん。これがなんか、まあ、これも限定カラーやけどな。はい。うん、いいっすね。やっぱ、なんか、なんだろう。こういうホビーアニメの主人公って最後金色になりがち。うん、とりあえず、光り輝く。最安みたい。ワリオも不死身という設定がある時点で。そうね、ワリオも潰されてもペランペランになるだけやからな、あいつ。ああ。けワリオ系のやつもな、出していいような気するけどな。ウィンドウィンワリオ、うん、
俺メイドインワリオ欲しいな。今スイッチに来てほしいのはメイドインワリオ、リズム天国、バンプラ、友達コレクション、この辺。バンプラはどうやろうね。正直なところ。友達コレクションもな、ミートピア来たからな。ワンチャン。いや、まあまあまあ。ミートピア来たから次は友達コレクションっていう可能性もあるけどね。なるほどね。全然。ただ友達コレクションその性質上どうしてもあの、うん、他のゲームの時に無視できる、うん、ポリコレとかそうポリコレ人権団体とかうるさいよね絶対、うん、絶対言ってくるやろなって思う、うん、ゲームの幅を広げるって意味で聞いた方が良くなりそうっていうのが多少あるだけに、うん、だからちゃんと話し合おうとりあえずポリコレさんがちゃんと話聞いてくれたらいいけどね。そういう。あっちの方がね。確かにその、うん、うん。LGBT を再現したらまたいろんな、ね、人を作れるようになるわけで。うん、難しい。いい。やっぱブレンドラゴンでかいですね。でかい。2倍以上あるからね。普通のやつ3倍ぐらいあるかな。上から見るとやっぱり普通に前後にくっついて打ってる感じになりますけど、前とか横から見たらほんと一つのドラゴンになってるのがいいですね。うん、そうそうなんよね。ほんと、うん、ただかっ、うん、そうね、上から見たらほんと並んでるだけに見えるけど、うん、キャップのせいもあるけど、ああめっちゃ出てきた。だから最終決戦こういう感じで戦ってたアニメの方いいですね。あ、良い、非常に良い。本当はこっちも金色のバージョンになるけどね、ライバルキャラが金色になる、うん、こっちも金色になるから、ね、はいはいはい。これもあ、じゃあそのバージョンも、うん、この金色バージョンも来月か出るんや。はあ、はあ、出る出る。いやー、もう全部揃いたいですね。これの金色バージョンはもう予約しちょいん、予約して購入してる。それはさすがです。それはもう大丈夫。ちょっと今回はちゃんと情報早く仕入れてたから。今回大丈夫。転売屋はな、本当に。あれ、誰も望んでないからな、本当に。うん、あれ、転売屋本人たちしか得しないから、なんか、本当に。本当、何度かしてほしいですけどね。もう転売する気ないぐらい、もう、タカラトミーさんが、作りまくるか。いやな。でもそうするとまた、あれなんだよね。そう、作りすぎるとね、市場価値が下がっちゃうから。そう、難しいね。市場価値、うん、価値が下がっちゃうから。今度も売れなくなるみたいな、無理そう、難しいとこなんよね。なんか。お茶だけめっちゃ飛び出してるね、これな。赤スポーツいいな。シンプル。3時か。あ、3時か。もうか。よし。じゃ終わろうかな。今回な、何してたんやろな。大体カービィのこと喋ってた気がする。俺もうひたすら作ってたかしら。転売はね。うん、そうそうそう。まあ、なんとかしてほしいけど、まあ。すぐには無理やろな転売は、うんうん、割とゼロさんひたすら作っててこの時間に終わるんだったら割とちょうどよかったような気がしなくもないですね。まあ今回簡単だったからね、まあ、これ、うん、こうブレンドラゴンとかの方が難しすぎたよ、こっちの方が難しすぎた。このシンプルな方が全然、うん、いや全然あのこっちとしては高かったけどね全然あのずっと、うん、しかも手元で細かいことやってるとね黙りがちになっちゃうから、うん、誰か繋いでてくれた方がこっちとしてはすごくありがたかったですよ、あとまあ見てる人も俺らしかいないからね今本当に、うんうん、まあ今回限定公開で完全にもう最初からしてたからまあそう特にかもしれんけど、はい、
俺のツイッターのフレンドさん、ほんと誰も来なくなったな。うん、もう龍馬さんしか来なくなったね。昔来てたんですけど ね、ま、ね。昔からの知り合いのフレンドさんはほんと来なくなった。うん、来なくなりました。ね。いや関係維持は難しいんだよな。いや別に、なんか変なことしたわけでもないんだけどね、俺。まあやっぱりふっと心が離れるって割とありますからね。まあ、あとは遊んでるゲームが多少違ってくるとね。うん、多分もう昔、まあ、ちょっと昔の話になっちゃうけど、多分今昔遊んでた人とかは PS タイトルやってる人多いから。はいはいはい。そうゼロさんはやっぱ任天堂タイトル。そういうのはありますよね。うん、昔からのフレンドさんたちはそのマイクラとかそういう、はいはいはい、ビルダーズとかそういう風の流れでフレンドになったから、もうまた今そっちの方をいっぱいやってるもんね。見る限りは。うん、だからね、その、何年も同じゲームをずっとやれる人すごいなと思うわ。逆に俺、ずっとそれだけをやれる人とかは。うん。確かに自分も、なんかちょっと離れて他のやって戻ってくるみたいな感じですね。うん、何年もやるって言っても、うん、ずっとは続かないですやっぱり。うん。まあ任天堂系のはまあ何回かまあ戻ったり来たりを繰り返したりするけど、まあね、龍馬さんは知ってると思うけど、まあ、あの人たちなんかずっとやってるよね。あれを。うん。なんか作か。あ、今日あれが、うん、もう2月ラストか。あ、そうだ。今日最終日ですね。最終日やな。うん。俺もいろいろやる派。同じく。うん。まあただスマブラとかマリカとかまたそれはちょっとまた別やけどね。うん。そういうのはまだ、うん、ちょいちょいやったり、やりたくなったりするから。みんながでできるやつは、割とコミュニケーションツールの側面が強いっていうのもありますし。うん、まあそういうのは全然やるけどね。うん、俺最近あれなんよな。話変わるけど、こういうなんか、うんグッズとか増えてきたからさ、棚欲しいよね。ああ、棚。いろんな棚、飾る場所が本当になくなってきた。このボトルマンもそうやけど、一番くじのぬいぐるみとかが増えてきたから、本当なんか棚屋さんと置く場所がないんよな。うん。うん、高いねんな。カラーボックスとか買うにしても。割と高いよね。そう。だからいい感じの高さないとコレクションな場所との戦いだよな。そう、もうどんどん部屋が狭くなるよ。うん、辰明の誕生日いつ？誕生日が近くなってきたって言うけど、辰明さんに誕生日プレゼント送ろう。3月21日。あ、なるほど、もう1ヶ月切ってんのか。なるほどね。後半の発売日が近いね。あ、そうだ、あと1ヶ月。そういえばそうそう、なんか8日と9日にイベントありますね。モンハンライズカプコンの。ああ、なんか告知来てた気がする。8日と9日か。うん、9日、うん。8日はなんか、ああ、来週の月日か。そう、実機プレイとかをやって、うん、で、9日はアンライズとストーリー2の情報を出すとかって。ああ、新しい？うん。今週は小室光の使い方来て、来週はモンハンライズの新情報やな、ってことは。うん、ここ1ヶ月情報公開ラッシュですね。ね、多いね。
まあ、プレステはちょっと拍子抜けたけど。まあ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 。うん、でも、ないよりは。まあね、ちゃんと楽しい。やる気はありますよってことで。うん、3月21日。うん、お、なるほど。あつ森発売日の翌日。20日だったっけ？そうだね。1回延期になって、ね、そうね。3月20日になったもんね。うん。なんかするんかな、あつ森。1年。アップデート方式ってことは2年目以降もね、うん、イベント変えられるってことなんで、やってほしいですけどね、ぜひ、うん。とりあえず明日からあつ森でマリオ家具注文しないといかん、これは。ですね。あ、結局、結局5個ずつしか注文できないのかな。ホムラヒカリいつ配信するかにもよるな。ああ、確かに。一週間ぐらいかかるかな。ああ、前も一週間ぐらいかかんなかった、使い方から。うん。ただ、使い方をこんなに前に発表することがなかったから、もしかしたら即日配信かもみたいなのをツイッターで見かけましたね。ああ、確かにな。使い方ちょっと、まあ、いたね、確かに。うん。発表やるって言ってから。確かにな、即日、もしくは翌日、翌々日ぐらい、もうあり得るっちゃあり得るか。うん。いや、即日だったら嬉しいな。即日だったら嬉しいんだけどな。うん。この後配信です。本日、この動画終了後配信します。落ちる絶対サーバー落ちる、一回。うん。一回落ちるわ。あ、また手越が戦ってる。よし、じゃあ終わります。はい。はい、すいませんね。こんな長々とダラダラと3時になりましたので。はい。ヨマさん、ちゃんと寝てね。すぐに。はい。あ、でも、ゼロさん、ちょっと話しちゃった。あ、どうなんですか。はい。この後、はい、バンカゾ。あ、そうか、バンカゾも即日だったっけ。そういえば。あ、即日だったっけ？発表して使い方。いや、まあ、いいや、忘れた。忘れたよ。はい、とりあえずね、今日は、まあ、ボトルマンも完成したので、こんな感じで終わりたいと思います。まあ、雑談配信はね、ちょっと、やっぱ楽しいので、ちょっとやっていきますので、よろしくお願いします。はい、ただきさん、ありがとうございました。はい、こんな遅くまでね。はい。じゃあ、終わります。はい。かね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。うわー、それはある。めちゃめちゃわかるなー。